こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんだ一丁です。はい、ただいま時刻は深夜の1時25分です。はい、今からたくさんのマシュマロに答えていくというね。何してんだ俺ってことでね、まあ、張り切ってやっていきたいと思います。はい。質問を読みます。最近の転売事情について聞きたいです。例えば、ライブならそもそもチケットが高いならアーティストにお金が入るので、まだしも、転売ヤーにお金が入るのは嫌なので絶対に買わないようにしています。ですが、ライブに行った人やアーティストのツイートを見ると、行きたかったな。やっぱり転売でも買えばよかったかな、と思ってしまう自分もいます。多くのアーティストと関わりのある委員長は昨今の転売事情についてどう思いますか ?30 代女性からの質問ですね。いやーね、これはさ、問題なんだけどさ、まあ、ビジネスというのはさ、欲しい人がいて売りたい人がいたらさ、もう噛み合っちゃうわけじゃない。だからさ、止まらないよね。止まらない。そのさ、まあ、ダフ屋ってね、転売屋って昔はこうダフ屋って言ってましたけど、チケットあるよ、チケットあるよみたいな。最初高額なんですよ。ライブが始まるとめっちゃ安くなるんですよ。はい、買ってくれる人がいなくなるんで。それを待ってる人もいるんですよ。というね、まあ、昔からあることですけど、昔からあるし、なんか例えばこう、野球観戦とかでこうね、ちょっと知り合いがやってたんだけど、チケット買うじゃないですか。で、買って、で、もう即座に行けなくなりました。いくらいくらで買いませんかみたいな。はい。まあ、昔からありますけどね。まあ、これをね、言い出すのは本当聞いてないんだけど、例えばさ、こう、本とか、漫画とか、こう、古本屋さんで売ってるじゃない。それ買うじゃん。そうするとさ、著作者には1円も入んないんですよ、あれは。で、これもどうなのって話になってくるんだけど、なんつうんですかね、なんとも言い難い話だよね。だからで、やっぱりその転売禁止を訴えても、まあ、聞いてくれないじゃん。売りたい人がいて買っちゃう人がいるから。でもこれどうにもならないと思うんだよ。もう俺も、まあ、そのアーティストと関わりがあるといえば別にあるわけだけども、なんつうんだろうね、こう、チケットそのものっていうのはさ、一回売られてるわけじゃん。だから、アーティストに入るお金は変わんないんだよ。それに付加価値をつけるかどうかだから、付加価値っていうか、それでも買う意味や価値があるのかいって話なんで、なのでね、あんまりいいこととは思ってないけど、止めようがない現実だと思ってますね。はい、どう思いますかと聞かれた場合は。はい。で、じゃあその、さ、転売屋が買っちゃったチケットに対して、買い手がつきませんでした。ね、要は売れませんでしたってなると空席が出るわけじゃん。そっちの方がね、ほんとなんか、そこをさばいてもらいたいわけよ。なんかこう、今さ、こうコロナだから、こう、キャパいっぱいまで人って入れられないんだけども、でもこう、それとかね、配信であるとかだとお客さん一人もいない状態でやるわけだけど、まあこの、アーティストのテンションってさ、やっぱ、客席がこうソールドアウトしましたってなると、よし、やるぜってこうなると思うんだよね。その意欲をさ、まあ、即行為じゃないですか。なんで、そういう意味でも、まあやめていただきたいなとは思いますけど、まあここでほざいたところでね、転売やる人にはね、届かないんだよね。何でもそうじゃん。何でもそう。俺はすごいみみっちい行為だと思ってるけど、例えばその、ゲーム機を買って、こう、あったじゃん、こう、コロナだからさ、その、据え置き機がさ、売れると。じゃあこう、スイッチが買えません、みたいな。ね。で、それで、じゃあスイッチを買って、転売するみたいな。もうはっきり言ってね、恥ずかしい行為ですよ。そういうのは。なんかこう、海外からさ、何かを輸入して、そういう手段を持ってない人いるじゃん。それこそさ、こう、まあ、メルカリとかみたいなさ、サイトからは買えるけど、海外と直接こう輸入で仕入れて、で、こう実際のさ、お店はなくても、こう、じゃあそこにこう出店して買いたい人がいるっつったら、まあ、それもある種の転売じゃないですか。そこから直で買えば、そう手間賃かかんないわけだからさ。でもまあ、それはね、手段のない人にとってはいいんだよ。だそう考えると何も言えなくなっちゃう。なんとしてでも聞きたいっていう人がいるんだったら。だから、本当だったらもう絶対に買う人がいなくて、そういったこう転売ヤーみたいな人が、まあ、撲滅してくれれば無駄なお金じゃん。なんかじゃあ1万円の本来は1万円の価値のものに対して、まあ、2万円になったり何万円になったりってこうするわけでしょ。だからそういうのはねちょっと俺はねなんつうのこうせこくてダセい行為だなと思ってるんで、まあそのチケットもさこう抽選じゃない結構だから落選しちゃう人っていうのもどうしても出てきちゃうわけじゃん。その特にこの時期に有観客やるってなるとほんと結構競争率がグンと上がっちゃうから、だからもうすっげえ気持ちはわかるんだけど、まあ、なるべくねそういうとこから買わないでもらってですね、そういうなんつうのかな絶対さ変な話さ、まあ、ライブはねその時の本当ライブだからその時のそれしかこうないんだけど、まあそう後悔しないようにそう思うんだったら最初からちゃんとチケットは買ってくださいっていう感じですよね、ライブに関しては。なんかそれこそなんかゲーム機とかそういったものっていうのは必ず出回るようになるんだから、もう自分がねガキンチョの頃は発売日に欲しいっていうのすごいあるから、なんかゲーム予約必ず予約してそのおもちゃ屋さんにこう行ってとかそのゲーム屋さんに行って買うっていうのをやったりしてたけど、今になると焦ってやって何になるのみたいな感じなきゃ。だからもうね転売をね撲滅させてくれないかなって、みんな買うのやめようぜって俺は思ってます。音楽だけじゃなくてなんか本当に買って余っちゃったとかちょっと用途が変わって使わなくなりましたとかそういうものをさこう売ってることに対して何も思わないけど、やっぱ必要以上な値段をつけて売る転売行為っていうのはまあちょっとさばきづらいところであるけども、まあそういうとこから入手しないでもらいたいなって思いますね。まあだからアーティスト目線からすれば席に空席が出ちゃうっていう嫌なとこもあると思うけど、やっぱそのアーティストからすれば、まあ、そのチケット自体は売れたっていうことで収益にはなってるんでね、はい、まあ非常に微妙なとこですけどね、まあ、できればねまあ、耳っちい行為なんで、撲滅させてもらいたいですね。なるべくだから、うん、買わない。そういうとこから買わないっていう。はい。そういうのをみんなで頑張ってみようぜって思います。よろしいでしょうか。ご視聴ありがとうございました。